さて問題だ、アレックス。どうしたら三文星を殺さずに済む？鎮魂だ。準備ができ次第出航せよ。作戦の目的は新型潜水艦を露獲することだ。デイビッド・ノース、オーシア情報局先進兵器分析部の分析官です。この艦のパワープロジェクション能力は空母打撃群に匹敵します。結構落としたはずだが減った気がしねえ。撤退は許さん。5分ぐらい耐えられずに何がエース部隊か。潜水艦アリコーンの艦長、彼が母国で何と呼ばれていたか分かりますか？答えはコンベースの英雄。想像せよ、サブマリナー諸君。我が艦はこの周回な戦争をエレガントかつ最終的に終わらせる能力を持っている。三本線を見つけた。私がめっちゃくちゃにしてあげる。三本線は不要。お家なくては説得力はない。みんなに適用されるはずのルールが適用されない者がいる。戦争が終わってしまえば英雄は危険な存在だ。分析官の問題だ。俺たちの敵は一体何者だ？本艦は現地力を持ってエルジア軍より離脱する。戦闘を停止撤退せよ。何だ？退路はない。生き残るには相手の命を奪うしかないぞ。殺してやる。攻撃を禁止する。これまた英雄になろうとした。したら軍人じゃなくなる。なら軍人なんかやめてやるぜ。意識わからんけど、三本線アリコーンの浮上